はようございます。今日は浜松へ試合というかスパーリング大会があって行くんですけど、自己紹介。あ、西村直哉と言います。と西村君って言うんだけど、まあ、仕事もね一緒にしてるんですけど、あの格闘技始めて半年ぐらいですか。まだね41でデビューして半年ぐらいなんですけど、まあ今日は試合ではないけどもガチのスパーリング大会3試合ぐらいあるらしいんで、ちょっとそっちの方へ行って腕試しじゃないけどやるということで、向かっていきたいと思います。昨日は寝れました？いや、割とここ最近にしては熟睡中の熟睡ができたかなって。2時ぐらいに1回目覚めただけで、9時前には寝てましたね。緊張とかじゃあ別にそんなないんですか？今はないですね。いや、体調もバッチリで。体調バッチリです。風邪も治ったし、咳はちょっと持ってる。じゃあそんな感じで、現地の方に向かっていきたいと思います。どうす。また向こう着いたらカメラ回します。長いからね、帰るならしっかり入んないと、その後まで返されちゃうから。
へい。
西村さん、パンチまっすぐ打って入るっすよ。自分から、自分から、ここだけよ。蹴りまで、蹴りまで。おい、ラスト30。西村さん、ラスト30。西村さん、ラスト30っす。西村さん、まっすぐパンチ入れて。さあ、いいっすよ、蹴りまで、蹴りまで。残り10、残り10、受験、受験、受験。時間ないよ、まとめてこう。残り10、残り、すぐっす。お疲れ様です。お疲れ様です。お前は試合とかスパーリングだけど、やってみてどうでした？いや、やりたいこととやろうと思ったことがほぼできなかったですね。まあ、でもなんか初めてもうガチのスパーが初めてやったかもしれないけど、知らないけど、試合を想定したガチスパーやってみて、まあでも、良かった方なんじゃないかな。1試合目はワンチャンドロー、延長あれば延長で、もう下げなかったから、下げられないけど、このまで石村さん、マストシステムって言って、どっちかに幽霊つけなきゃいけないから、まあ、1試合目も取ってるだろうし、2試合目はもうその辺に、まあ、雨刺されたぐらいのもんだから、まあ、とりあえず、おめでとうございます。ね、残っちゃうんですね。次回は11月。そうですね。1月に向けて頑張りましょう。頑張ります。ブレイキングダウンも終わっちゃう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ11月ちょっと密着したいと思うので、それまで頑張ってやっていきます。ごめんなさいね、今、口が出てくるよ。お疲れ様でした。その子は、あれ、パルだっけ。